ナルト外伝、渦の中のつむじ風の考察、解説。2022年の年末から2023年の年始に全世界規模でナルトの人気投票、ナルトップ99が行われたけれど、そこで見事1位に輝いた波風港をテーマとした読み切り作品、ナルト外伝、渦の中のつむじ風、が2023年7月17日に発売された少年ジャンプ2023年33号にて公開されたわね。港は主人公であるナルトの父親という重要なキャラクターでありながら、その過去が語られることは少なかったため、読者も大きな期待をしていた作品だな。この作品ではどのような話が描かれていたのかしら？というわけで今回は、ナルト外伝、渦の中のつむじ風について考察、解説を行っていく。チャンネル登録お願いします。まずは今回の外伝のストーリーについて簡単に解説していく。舞台はおそらく第三次忍海大戦の最中で、まだ港が地雷や藩の一員として活動していた頃だ。戦闘の際には隠れの人中力二人と開港した港は、美獣化した彼らの美獣玉から新たな忍術の着想を得るとともに、美獣という存在の強大さを思い知ることになる。一方、渦巻水戸の後を継いで九尾の人中力となっていた串名は、結界の関係上里の一定のエリアから外に出ることを禁止されており、港との交流を楽しみにしていたが、当の港は真術の開発を理由に串名との交流を断ってしまう。そんな港に対し串名は、自分と会いたくないのならそう言えばいいと港をつい罵ってしまうんだ。でも、唯一心を許せる相手だった港に断られたのならショックを受けるのも当然よね。しかし、実は港は本当に真術の開発に取り組んでおり、ついに開発に成功するんだ。そんな港の元に金を破って結界の外に出た串名が訪れ、言い過ぎてしまったことを謝罪。そして、港も戦場で人中力の力を目の当たりにした際、その力の強大さと同じ人中力である串名が今後戦場に出る可能性があるからこそ、美獣玉を参考にした真術を串名に授けることで、自分の力で串名を守りたかったのだと自分の本音を串名に伝えるんだ。そうして、二人の間のわだかまりはなくなり、和解することになるんだが、串名が結界の外に出てしまったこともあり、封印を解く機会を虎視眈々と伺っていた串名の中の九尾が暴走してしまう。しかし、港と串名は力を合わせて九尾を抑え込むことに成功し、負傷してしまった港の怪我も大事には至らずほどなくして回復。そうして、港と串名は先代の人中力である水戸と串名の思い出の地、螺旋の建物の屋上で港が開発した真術の話題で盛り上がることとなる。そして、港のネーミングをダサい上に長いと切り捨てた串名は螺旋岩という術名を提案。港もいいなだねと笑顔で串名の提案を受け入れることになるんだ。今回の外伝は、港が開発してその息子で主人公でもあるナルトも使用する螺旋岩の開発をテーマとしたストーリーだったわね。次に、今回の外伝で判明した新たな設定に関していくつか紹介していく。まずは港以外の地雷や藩のメンバーについてだ。確かに、港が地雷屋の弟子であるというのはかなり昔から判明していた設定ではあったけれど、港が地雷屋藩に所属していた頃の他の藩員に関しては一切登場していなかったわね。いや、一応港以外の地雷屋藩のメンバーに関しては、この白寿司における三代目火影の回想シーンにおいて、若い頃の地雷屋や少年の頃の港と共に一コマだけ登場していたりはするんだが、本当にその一コマだけの登場で名前なども一切不明な上、以後彼らが登場することはなかったんだ。この白寿司以来の登場ということはリアルで約20年ぶりの登場となったということね。そうだな。港と串名の関係性がテーマとなった今回の外伝では彼らの出番はあまりなかったんだが、色黒で体格のいいキャラクターの名前がでかいであるということが判明しており、その見た目や名前から雲隠れの里の関係者だったのではないかと推測されている。また、もう一人の犯人は名前など一切不明のままではあったが、そのキャラクターの見た目からネット上では内派一族のキャラクターだったのではないかと考察されていたりする。でも、この二人も本編で一切登場しないということは港同様本編開始前に死亡してしまっている可能性があるのよね。次に紹介するのは螺旋岩の命名者についてだ。今回の外伝では螺旋岩を命名したのが実は串名であったということが判明していたわね。螺旋岩は港が開発した術であるということはストーリーでも序盤から明かされており、その術名に関しても当然開発者である港が名付けたと考えられていた。しかし、第四次忍海大戦において度転生された港がナルトとサスケの協力攻撃を見て、シャクトン降臨疾風漆黒の矢ゼロ式と名付けようとしたり、自身の螺旋岩と飛来神の術を組み合わせた術に螺旋閃光超輪部降参式という名前を付けていたりと、その壊滅的なネーミングセンスが明らかになると、本当に港が螺旋岩という術名を名付けたのかどうかが疑問視されるようになり、
本当の名付け親は港の師匠でもあるジライアなのではないかと考察されるようになっていくんだ。確かに、やたら中二病チックな名前をつけがちな港が割とまともなら洗顔なんて術名をつけるなんて考えづらいわよね。実際、今回の外伝においても港は螺旋岩に降臨霊下発掘無事ジライア葬式の岩という名前をつけようとしており、ジライア特殊なにはダサい上に長いとダメ出しを食らっている。一応、ジライアと霊下という単語は狩猟に付き合ってくれたジライアがアイスを奢ってくれたというところから来ていて、発揮、つむじ、葬式という単語も、チャクラコントロールに悩んでいた港がジライアの自分はつむじの回転を意識してチャクラをコントロールしているが、港の頭にはつむじが二つあって逆回転しているという言葉からチャクラを双方向に回転させることを思いついて術が完成したことから来ているわけだから、全く意味のない言葉の羅列というわけではないのよね。そんな港のネーミングに対して、クシナは自分のために作られた術なら自分で名前をつけたいと、先代の人中力である水戸との思い出の中で印象的であった螺旋階段の話から螺旋岩と名付けることになるんだ。港がクシナのために開発して、クシナが名付けた忍術が二人の息子であるナルトへと受け継がれ、さらにその息子のボルトにまで受け継がれていくというのは本当に感動的よね。次に紹介するのはこの葉隠れの里における人中力の扱いの変質だ。確かに、ナルトは当初里中から疎まれていたとはいえ、クシナのように一定のエリアから外に出ることを禁止されているなんてことは特になかった気がするわね。そうだな。これに関してはおそらくだが、封印術の強度が関係しているのではないかと推測できる。作中で詳しく語られていないため推測にはなってしまうのだが、クシナに刻まれていた封印は九尾を封印するには強度が足りず、結界と併用することでなんとか九尾を封印できていたのではないだろうか。実際、作中においても九尾が暴走したのはクシナが結界の外に出てからのことだ。また、クシナが結界の外に出ようとした際、彼女を監視していた暗部の忍びがかなり強めにクシナを制止していたのも、クシナが結界の外に出てしまうと九尾が暴走してしまう可能性があるからだと考えると納得がいく。だとすれば幼少期のナルトが里内を自由に歩き回れていたのはなぜなのかしら？これも推測にはなってしまうが、港によって封印の強化がなされたからだろう。実際、外伝の作中において港が暴走状態のクシナの封印を増強した際、封印に秀でる渦巻一族でないにもかかわらず自己流で師匠封印を増強する港に対し、九尾は港を初代火影以来の忍びだと評しており、港の封印術の腕前は作中でもトップクラスであると考えられる。ナルトの封印はそんな港が手ずから施した封印であるからこそ、結界と併用しなくても九尾を抑え込むことができていたのだろう。実際、ナルトの本編においてナルトの封印は師匠封印を二つ組み合わせることで、八家封印となる港独自の封印術であるということが明かされているしな。なるほど。なかなかありえそうな考察ね。最後に紹介するのは外伝において登場した螺旋階段のある建物が、実はナルト本編においても何度も描かれていたという点についてだ。さらに、第1話においてもそれらしき建物が描かれている。しかも、建物の位置も初代火影の顔岩のちょうど真下となっている。第1話の頃からこの外伝の構想を練っていたということかしら？さすがにそれは考えづらいだろうな。おそらくはもともとあったこの葉隠れの里のデザインを利用したのだろう。とはいえ、これだけのストーリーを作り上げるのはさすがと言うべきだろうな。しかも、外伝の最後に螺旋階段のある建物の屋上でクシナと港が話すシーンがあるんだが、港がクシナに向かって振り向いた際に港の顔が歴代のホカゲたちの顔岩と並んだ位置にあり、後に港がホカゲとなって彼の顔岩が作られることが暗示されていたりもするんだ。この見せ方や構図のうまさは本当にさすが岸本先生よね。というか今回の外伝はナルトの本編が完結してから約10年が経ったとは思えないほど作画に違和感がなかったわね。特に、序盤の人中力二人との戦闘に関しては細部まで非常に細かく書き込まれていて、ものすごく迫力があったわ。もちろん、ボルトの絵柄も素敵なのだけど、やはりナルトの絵柄といえば岸本先生のこのイメージが強いから、今後も無理のないペースで構わないから外伝作品を書いてほしいわね。確かにそうだな。今回の人気投票では港が1位に輝いたため彼が主役の外伝が描かれたが、同じ人気投票において上位に選ばれた内橋水や畑作もなども過去に謎が多いキャラクターではあるため、今後彼らの外伝が描かれることなんかも期待したいところだな。チャンネル登録お願いします。というわけで今回はナルト外伝渦の中のつむじ風について考察解説を行ってきた。主人公であるナルトの父親という重要なキャラクターでありながら意外と過去が謎であった港の過去に関してや、ナルト、そして続編であるボルトの主人公たちが使用する螺旋岩の開発秘話など、本当に様々な要素が詰まった最高の外伝作品だったな。
セリフはないけどカカシやガイなどのキャラもちらほら映り込んでいたから、知ってるキャラが映り込んでないか探すのも楽しいかもしれないわ。というわけで今回の動画に関する感想や意見があったら、コメントで教えてもらえたら嬉しいわ。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。